こんにちは。クラブ系のご機嫌ようなんですけども、毎週は木曜日の5時からやってるんですけども、先週の木曜日なんとサーバーが落ちるというアクシデントが起こったので、今日月曜日なんですけども振り返ることになりました。で、先週の続きやっていきたいと思います。それでは今週のゲストを行きましょう。呼びたいと思います。この2人です。どうぞ。イエーおはようございます。まあ、変わらずですけどね。はい、変わらず変わらずですけども、はいはい、また木曜日の続きをこの5人で始めたいと思います。じゃあいつも通りタイトルコールいきましょう。クラブ系のごきげんよう。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、ということで、あの木曜日、いつもはね木曜日なんですけども、月曜日やるってなんかすごいドキドキするんですけども、うん、自己紹介からいきます。芹沢です。ふぅ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 、やり方忘れた。はいっす、よいしょ。やり方忘れました。やり方忘れたですね、完全に。はい、クラブ系のキョウです。よいしょ、はい、最後の言葉まといです。よいしょ、はい、アサギです。よいしょ、はい、ということでこの5人でお送りしたいと思います。そうしましょう。はい、すごいなんか変な感じですけどね。けど前はね30分でちょうどアサギくんがね喋るときにね、やってしまった話だったっけね。やったの話ですね。ちょうどやってしまったわけですけど、今週またあの気を取り直して言いたいと思うんですけどもね、今週の今日のフリップテーマですね。はい、あの自分が女の子になったらということで、おのおのが書いてきてくれてるんで、まずきょうくんの、はい、行きましょう。きょうくんがもし女の子になったら、地味で窓際にいるタイプの子。今と変われへん。いや違いますよ。今と何ら変わりはないよ。見てくださいよ、この金髪も。どうしたそのね、どこが変わったの、その女の子になった時。いや、もう多分ね、僕目見えてないです。多分あの人からこう、何ですか、前髪が長すぎて。今も変わらへん。いや、前髪上げとる。上げとる。ちょっと待って、今の京くんと女の子になった時の京くんとの違いが分からへん。いや、もう本当にもう地味で、もう人とも喋らない。いやもう前リオカーだって襟元色落ちしてるからね。いやこれもういただいたもん。そのどういうこと、女の子になったら前髪を伸ばすってこと。伸ばすし、もう本当に人と喋らないし、ずっと下見て一緒やん。なんか理由はあるの。いやもうなんとなくね、多分僕が女の子だったらそうだろうなって思ったんですよ。あの高校の時とかに、高校じゃない、中学の時とかに、あの窓際で女の子一人でなんか漫画描いてる子とかいるじゃないですか。いますね。あれだな、なんか近しいものを感じるなと思います。多分ね、あの友達作りも下手なので、そういう子になるんではないかと、男やからうまいこと言ってるっていうところがあるよ。ありますね。例えばどんなとこがうまいこと言ってるの。言ってるで言うと、やっぱりあの話しかけてもらったら、やっぱりちゃんと話はできますし、今は話今できなかったよ。いやできてますよ。まだできてる方ですよ。できてた、はい、できてる方ですし、まあちゃんと何ですか、付き合いもよくノリよくこなしていこうと思ってますみたいな。やっぱりで、そう、女の子になったら一番何をしたいの。一番したいことで全然違うじゃないですか、男の子と。はい、本当は女子会とかしたい。これということ、テーマは何、女の子になったらだけ、なったらっていうのがっていうのを聞いて、なったらっていうのを聞いて、どんな子なんかなって考えたら、こんな子なんだろうなっていうのを。女子会したいの。女子会はしてみたいです。どこでしたいの、女子会。タセラガチやん。ハニトをつつきながら。タセラで女子会してんのも、大体もうあれやけどな。大体ね。大体のやつ。そういう人や。そういう子たち。そういう子たち。よく聞くよ。大体、ね。全然そういうことですね。うん、はい、なるほど、そうですね。なんかでもこっち系じゃないかなと思ってます。うん、はい、
しめかった。なるほど。しめかったで。だね。一番ね、女子っぽくない西郷どんの、はい、もしね、西郷どんが女子になったらならば、自分、これですね、スイーツパラダイスって書かせてもらったんですけど、はい、まあ、多分知ってる方とか行ったことある方もいると思うんですけど、このスイーツ、いやいや、行きます、僕も行きますもん、だってね、こうなんか、スイーツ好きですから、なんかデザートとかケーキとかがバイキングできるところなんですけど、ね、うん、自分、男子校だったんですよ、ずっと、はい、で、その時女子校には見えないもん、そうなんです。男子校で確実に犯罪やね。そうなんですよ。で、まあみんなでノリで結構甘いのが好きなメンバーで行ったことがあるんですけど、うん、めちゃくちゃ男子3人とかで行ってすごい、めちゃくちゃ男子3人、あ、最後ドンレベルのレベルの男子3人で行けてるやったらもう女子並んでもいい、行けてるやん、行ったんですけど、入った瞬間絵みたいなすごい顔で、もうカップルとか女子、それこそ女子会みたいな人とか、あとは高校生だったり女子高生しかいなくて、うーん、何なのみたいな感じですごい目で見られて、ずっとなんか注目浴びてて、ものすごい嫌だなっていう思い出がありました。これ多分ね、それ分かった、それもうビジュアルの問題やね、めっちゃ男子ベン君とか、そうですね、こう綺麗な人、子とかこう可愛らしい子が男3人で行ってたら、あ、スイーツ好きなんだねあの子たちで終わるけど、そうなんですよ、マトイとか朝日とかが行ったら俺はスイーツ食べれるじゃあこっちが行ったら何どうしたどうした、気持ち悪いんだけどみたいな、気持ち悪いんだけど、ただただ食べてるだけなんですけど、だけどね、コメント今あるけど男同士でも行ってそうやけどね、スイパラは全然、あの規制とかはないんですけど、ね、やっぱりなんか視線がすごい、なんかこうビジュアルでこう区別つけるとこってちょいちょいあるもんね、こうレイ君が多分漫画読んでたら、あ、漫画好きなんやになるけど、マトイが漫画読んでたら、あ、オタクなんだっていうそれは間違いないあるもんね、うん、それもう見た目のあれだわ、イブには持っていけてない、スイパラにそういう目を向けられずに行きたいってことそうです、普通に入っても何も見られなかった、普通に食べたい、うん、朝日がこうプラモデル作ってたら、あの車のプラモデル作ってたら、あ、ちょっとヤンキーかじってのかなやけど、あの京子がプラモデル作ってたらネクラなのかなってなるもんね、そうですね、うん、もう京子画面越しで多分一 k さんやもんね、どもえなげーやってたよ、やってました、やってた、朝行こうか、朝日の女子になった時のやつ行こう、はい、はい、分かれへんよこれ、どういう意味、はい、分かれへん、ミニマウス、怖い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 、ミニマウスは分かるんですよね、はい、いや分かりますよ、いやもうね、女の子って言ったらミニマウスじゃないですか、まずそのミニマウスは女の子だ、ね、はい、実際のミニマウスになりたいっていうのはあるんですけど、あのね、なりたいよ、いや、まあね、僕ミニマウスに恋をしてるんで、ミニマウスになりたいっていうのはあるんですけど、そっちじゃなくて、あれです、あのまあまあカップルでも何でもディズニーランドに行ったら大体男側がミッキーをかぶるじゃないですか、はい、うん、で、女の子はミニー、うん、っていうそのミニーになりたいですよね、はい、ちょっと怖い怖いちょっとあの、いまいちいまいち、普通に入ってると思う、ねミニマウスの格好がしたい、毎回このトークとか打ち合わせなしでやってるから、はい、ほんまに分からへん、ほんまに分からへん、何どういうこと、ミニーを被りたいってこと、そうですね、あのそれとも、もうミニー自体になりたいの、どういうこと、あ、夢はミニーになることなんですけど、ってことは男、今はミッキーになりたいってこと、男やから、でも男たるものはやっぱミッキーでいなきゃならないじゃないですか、うん、なんか分かんないけど、お前こう書いてくれて、じゃあミニーつければいいじゃん、そう、つけたよ、そこはやっぱ男女感のあれがあるじゃないですか、じゃあもう僕の了解みたいなのが、もうじゃあもう男はミッキー、もうじゃあもう男子と言ったらいいやん、なんかなんかちょっとね、なんかリクトとかと言ったらいいやん、マトイと、あ、二人言ってた、ザ男っ、確かにミッキーとミニーで、ね、マトイが、まあ、ミッキーで、ミッキーやけど、あざやっぱそのミニーになりたいって、うん、その前も、うん、あの、うん、
文化祭の時コスプレしてたじゃないですか。あしたで、女装してたじゃないですか。まんざらじゃなかったんです彼ね、あの自由にコスプレしてきてくださいって言ったら必ず女装入れてきますからね。なんかもう、最近趣味ですからね。ちなみにディズニー何かぶる派？僕かぶる派？かぶらない派ですね。あ、かぶらない、あ、もう全然いけてない。行ったことないんですけど。うんうん。かぶらないです。あ、マジで。そういった一式タイプそうですね。なんかいや、俺もきっちりもうこの着てる感が大事だよね。あ、はいはいはい。あのもうアウターシックスでもかぶるよ。あ、はいはいはい。テラなってもかぶるわ。かぶる。あれ、あの中ではなんか恥ずかしくないもんな、あれ。あ、不思議と。そうですね、全然ね。あれをつけるのとつけてないの、もう楽しみ方が違う。あのゲージが全然違う。レッドゾーンに一気に。うん、そんなん。ちなみに何のキャラをかぶるんですか？緑の宇宙人のやつ。ああ、リトルグリーンメンですね。うん、剣心としてる、ね、1つ目次からもうやめてきます。変えるんですね。いつかスパイダーマンでディズニー行ったろうって思ってない、ね、絶対気になりますけどね。やめてきましょう。やめてきましょう。まあ、アサイがよくわからんかったけどね。そうだ、はい、頑張ってミニーになってください、うん、なります。近々ね、ということで、今日はね、お宮、今日もありますよ。お宮、なんと、はい、一光さんが、一光さんが、はい、一光さんが作ってくれ、来てくれましたよ。どんだけー、どんだけー。怖い怖い怖い。金髪金髪、それは金髪やろ。おいしそう。今日乗ってくれるの。本日は何、角切りステーキとキノコのオニオンソースが牛肉牛肉、それそうやろ。言ったとこ、言ったとこ、まんま、まんま、まんま、うん、はい、です、はい、はい、ですお、すいません。キノコはこれエリンギですか？エリンギです。エリンギとパイオツパイオツではない。おっぱいではない。おっぱいですね。はい、はい、いいですか。おすすめは、あ、やっぱ肉かな。肉ですね。なんでこれを選ぼう思ったん？いただきます。僕、肉あめっちゃ好きなんですけど。でしょうね。ね、ちょっと食べる前やけど、これ匂いはミートボール。はい、匂いがね、ミートボールっぽいです。お、あ、お、何しゃべるかもね。辛いね。辛い、辛い、うん、あー、そっち系か。辛い、なんかしょっぱいんかな、濃いんかな。そうですね、お酒のあってなんで。うん、食べてみてください。食べてみてください。噛んでもた。で、僕ね、あんまお肉好きじゃないんで。キノコは言ったら、うん、キノコ好きなんでね。うん、これいきますわ。あ、でも、まあまあ、あったかい方が美味しいかもね。そうですね。ちょっと今、ね、冷蔵庫。ほんまに、ほんまにミートボールよ。お弁当のやつやん。そうね、お弁当のミートボールの、うん、ちょっと香りがね、うん、しますが。やっぱね、キノコ美味しいわ。うん、キノコ美味しい。キノコ美味しい。あったかい、まあ中華屋に出てきそうやね。うん、まあまあまあ。中華屋にこのなんか、なんやろ、あるやん。ようあるやつです。あ、ようあるやつ。ようあるやつ。まあ美味しい。美味しい。まあ、ニチャーです。ニチャー。ニチャー、ニチャーええの？ニチャーって。ニチャーやんか。前回行っちゃう。前回だけどね。前回何だっけ、あのキャベツ持ってきたんだっけ。カツオのたたきです。カツオの。キャベツ。キャベツとなんか鶏胸のなんかあえ物。一回今度次回お宮総集編みたいな話で一回どれが何ていうか。おさらいしましょうか、ね。一回 YouTube とか見てね。見て確認しよう。どれかも忘れてもたからね。リッツパーティーはサンチャーも。マックスなんちゃーって。な、毎回変わってくるからね。ねえ、フレアバ変わってるっすね。今日はハッチャーのつもりで。あ、今日はハッチャーのハッチャー中にイチャーですね。あ、4分の1、はい、それではこの京くんが持ってきてくれました牛肉とキノコのミートボールっぽいミートボールっぽいものをね。今日もあ、でも美味しい、美味しい、はい、ステーキですからね。あのクラブ系来てもらってニコの見ました言ってもらった京くんが、あ、一光さんが、一光さんじゃない、あの提供してくれると思うんで、これも早いもの中なんでね、エイトも早く来て早くニコの見ましたと担当さんなり内勤さんに言ってください。どんだけ。そして今日も初回3組ただやってますので、あの電話かけていただいて、あの確認してからまたご来店の方お待ちしておりますということと、あとコメントの方で最高のメモ、今日あのこんな話してほしいっていうのもどしどしコメントお願いします。はい、ということでしますサイコロトークいきましょうか。いきましょう。はい、近い近い近い。じゃあいきます。
あ、遠い、行き過ぎた。ダン、ダバン、やってやったぜの話、やっちまったよ。おお、クールポコ状態。そうですね、今クールポコ状態。クールポコ状態。ね、ちょうどね、アメトークで出てた。やってやったぜの話。結構いたずら好きやったりとか。それ何、やらしいみたいな。いや、そういうやらしい意味ではないんですけど、いたずらとかするのが好きなんですけど。パイオツのグルアン。パイオツのアングルは気にしたことない。カイデー、カイデー、カイデー、でっかくもない。ほんまに、はい、パイオツのグルアン気にしたことないの。まあ結構気にしますね。やろ、はい、接客中とか見れますね、はい、そういうとこしか見てないもん、はい、はい、もうやらしい目でしか見てない。8尺の、8尺中のグルアンはめっちゃ気にしますね。めっちゃ気にしますんですよ。え、グルアン大事やからね。グルアン大事や、はい、やっぱり大事。ごめんなさい、はい、ごめんなさい、いたずらしいな。ごめんなさい、続けてください。まあ、あの同級生とかに、タバコを吸う子とかいると思います。いますね、はい、そういう子のタバコに花火を詰めたりとか、いろいろするんですけど。あ、一番多分やけど、多分引いてるよ。あ、本当ですか。向こう側は多分引いてるよ、その話。一味とかね。一味とか。一味はまだいいね。一味タバコとか早くね。すごい。花火はダメだね。で、あと一番僕、それでいたずらする方が好きなんですけど、いたずらされた、されたっていうか、いたずらを見たことがあるんですよ。めっちゃびっくりしたんですよ。うん、されてる人を見たわけや。されてる人を見たんですけど、なんかバーっと駅のトイレに、ものすごいアタックが置いてあったり。アタック、アタック、え、あの洗剤、はい、はい、洗剤、アタックが置いてあったりとか、あとなんかトイレ、うち顔やからね。顔やからね。か、顔、アタックも顔やってて、アタックは、ね、アタックでも違う、違う、ね、会社違うっすね。で、あとなんかすごいなんか、なんていうんですか、トイレットペーパーがめっちゃ置いてあったり、うん、一箇所にめっちゃ置いてあったりとかあったんですよ、うん、で、一人がうわっって言ったんですよ、うん、どうしたんですか、どうしたの、友達がうわっ、なんかマヨネーズが置いてある。便座に、洋式の便座の上にマヨネーズが置いてある。そんな空気で、バッて取って、開けた。便座を開けた。そしたら、思いっきり、思いっきりブロッコリー詰めてあるんですよ。洋式便所に敷き詰めてあるんですよ。ブロッコリー。ブロッコリー。敷き詰めてあって、めっちゃ気になる、うわっってなって、マヨネーズかけろってことかって思って、ちょっとした森ができてます。これはすごいと思って、僕もなんか誰かになんかせなあかんと思って、昔ね、友達の家の前に、なんていうんですか、チャリンコが置いてあるんです、はいはい、その友達のチャリンコが置いてあって、はい、その友達結構いじられキャラなんですよ、うん、で、あ、なんかしやなあかんなと、この子に、うん、なんか遠目で見てびっくりするぐらいのものをせなあかんなと思って、うん、一回マクドナルドでピクルスを抜いて、うん、全部持って帰ってきたから、うん、10個ぐらいだったんですけど、それを置いてみたい、うん、あ、これいやらしいな、うん、これなんか、これあかんなと、うん、ピクルスをチャリンコに、あ、チャリンコのサドルの上に乗っけてみたい、うん、まあまあ可愛らしいね、それは、それなんか違うな、違う、全然違う、なんか違うと思って、うん、最後にウィダーインゼリーとか、うんうん、ギュッてやってみたりとか、うんうん、それも違うな、全然違うね。で、一回サドルを取って、うん、ウルトラマン人形に、うん、付け替えてた時は、うん、めっちゃびっくりしました。もう全部可愛らしいけどな、でもな、いやでもなんかせなあかんなと思って、そのブロッコリーを詰めるっていう衝撃的なものを見てしまったんで、うん、何歳ぐらいあるの、敷き詰めるって。わかる、想像があんま使わんねんけど、もう、なんていうんですか、もうてんこ盛りなんやろ、てんこ盛りなんや、スーパーにあるぐらいあるの、じゃあ、そうへ、え、それ、え、まあ友達がやったのじゃなくて、友達も知らん人が、知らん人がもうやってて、友達がそれを見て、僕呼んできた、あー、うん、それはびっくりした、ブロッコリーが出たのかな、じゃあしっかり、しっかり目にね、いたずらで、逆にね、ブロッコリーそのまま出ても、うんうんうん、いやでもびっくりしたっすね、いたずらね、いたずら結構でもやられてんのも多いんじゃない、やられてる、仕掛ける側よりも、はい、昔は仕掛ける側やったんですけど、
最近はやられる、あの上級者がもっと世の中におったね、おったっすね、だけど僕の携帯には京くんがいたずらされてる社名山の方にいます。山ほどありますけどね。起きたら全裸やったり、それは自分、それは自分で言ったから。Aくんはいたずらされないキャラやもんね。されませんね。されへんよね。唯一してくるのが高橋さんぐらいですね。ああ、なるほど。高橋さんにやられてましたけどね。高橋はいたずらされる方やもんな。されたことなかったんですけどね、こっちほんまにやばい、ね、やりづらいもん。全国からねいたずら上級者が集まってくるからね。まさきはね、埋められたんですよ。キャラ変してしまったんだよ。いや、いたずらね、僕がされて印象的やったのはあれでしょうね。起きたら、顔が猫になってた、うん、それ俺やね。ラグラギね。それ俺のやつやね、はい、顔が猫になってた、俺の作品やね。最近僕がハマってるいたずらはね、はい、あの従業員の携帯を持って帰るっていう。いたずらとかも、いたずらあれすごく面白い。焦りますね。焦ります、はい、楽しい、はい、いたずらね、いろいろあるからね、はい、今日あの話のうちはどこにあるの。いや、あのそのウルトラマン人形でしょ。割と前に終わったんだよね。てか弱かった、うん、それまだ途中なんか思うんだけどね、はい、ということで一回 CM 行きます。どうぞ。自分を変えたいすべての人へ、さあ、フェイトへおいでよ。どうやったら売り上げ上がるんすかね。めっちゃけ給料いくらすか。やめよお前に、ね、忙しいから。その時いくらなんすか。これこれ150万くらいかな。実はいくらすか。これ15万給料いくらすか。あ、15万。賞金 80% バック入店祝い金高額支給 BS グループ。ワンドリンクフォートモロー。いっぱい飲んだ次の日って冴えないよね。せっかくの可愛い顔が台無しだよ。余分を内側から取らなきゃ。飲んでも綺麗を守る。飲むならセキュリティフィールベター。はい、席替えもしたということで今度は最後の行きましょう。はい、行きましょう。最後だ。2番。ファイヤーの話。ファイヤーの話。そう、どうぞ。ネタさん。やっぱどうぞ。人間多分信念とか目標があるとものすごい燃えて、熱い話できるんだなっていう、はい、まあ、実体験の話させていただくこうかなと思うんですけど。しよう。あのこれ高校生の時ですね、うん、高校生の2月にですね。何年何年。高3ですね、うんうん、卒業間際ですね。そうですね、はい、時にうち試験休みっていうのがございまして。ございますね。ございまして、その時1日から5日まで休みがあるんですけど、はい、でなんか自分自転車でどこでも結構行っちゃうんですけど。あ、そうなの。はい、なんですけど、その時に友達と2人でチャリだったら電車とか使わないでどこでも旅行に行けるという話を、うん、道があればね、はいはい、って言ってて、じゃあやってみろよって煽られて、はいはい、じゃあやるかって2月に静岡まで東京から行こう、うん、割と寒いよ2月って。結構雪とか残ってるから静岡の方残ってたんですけど、うん、行こうってなって。地元どこやった。自分と東京ですね。いやな、だってめっちゃ山越えなあかんやん。そうです、ね、でも静岡に向かう。静岡のなんかそのもう一人の友達のあのおばあちゃん家があるんで、行こうって言って、で、行ったんですけど、ファイヤードンって、ちょっと続けて。そう、それでまあ、行きかかった時間が、2日間、丸2日かけて行ったんですけど、で、帰んなきゃいけなかったんですけど、そうやね、まさかの大雪で、道が全部止まったってなって、2日足止め食らって、で、残り4、5しかないんで、うん、で、6日目にはもう学校行かなきゃいけないってなって、うん、早い。どうしようってなったんですけど、その時に、なんか、ま、女の子とあんまり遊んだ機会がなかったんですけど、うん、女の子5人と遊べるのが5日の夜ってなったんですよ、うん、ね、合コンみたいな感じ。そうそうそうです、うん、自分2人ともう1人行ってるメンバーとあと5人と女の子と遊べるって機会が。3対5。はい。
で、それが5日の日だったんですの夜で、もうなんかなんならそのメールが来るまではもう学校遅れてもいいかみたいな、休んで、まあ、ゆっくり3日4日かけて帰ろうかみたいな話をしてたんですけど、行こうってなって、行こうねってなって、はい、で4日の日にまあなんか道だいぶ大丈夫になったっぽいよってなって、4日の朝一朝5時から出て、チャリを爆走して200キロ、200キロ出たもんね。200キロ距離ね、走距離が200キロ、走行距離200キロ、びっくりしたよ普通に。まあ爆走して警戒に何回も止められながら山を二山ぐらい越えて、でまあ結果的に5日の日の昼3時に帰ってこれ、寝ないで、ギリギリやな、ギリギリだったんですけど帰ってこれたんですけど、まあ、それで小田原峠っていう峠を越えなき、帰りの方は越えなきゃいけなくて、行きは熱海峠から行ったんですけど、その時に坂をこう結構下るんですよ、登った後下るじゃないですか、でその時自分ゴムの靴を履いてたんですけど、なんかすごい焦げ臭い匂いとかすんなと思ってこう降りてる時に持って、なんだろうなって気づかない、普通に結構なスピードでこうブレーキかけながら降りてて、まあ足とかも使いながらやってたんですけど、で気づいて、なんかよ前走ってたやつが後ろこう振り向いた時になんかお前止まれって言われて、結構スピードでなんかどうしたって言いながら止まったら、なんかまさかすごい煙が出てて、自分の靴がなんかすごい煙出て、ちょっとなんか焦げ跡みたいのがついてて、もうちょいで火事になるかなっていう、足は、はい、そういうファイヤーな話だったりとかなんですけど長いなぁほんで長い割にそこで終わった、落ち浅かったね、もうちょっとなんかあるななるほどな、ファイヤー結局そのまあ摩擦でな、煙で、その夜は大丈夫やった、夜は女の子のは全然間に合ったんですけど、2人とも、めちゃくちゃ疲れてて、そうでしょうね、帰ってから2時間ぐらいしか寝てなくて、2人とももうすごい疲れてて、なんかもう一人は途中で寝ちゃうしみたいな感じで、まあ、ガタガタなダダ滑りな感じで終わった。てかよそういうのって、うん、俺そこまでチャリンコで行ったことないけど、はい、パンクせえへんの？あ、パンク、友達の方がしてそこからちょっと歩いたすぐよね、200キロ走ったパンク、うん、まあまあまあ、一応あの空気入れは持って行ってたんですけど、うん、パンクセットみたいなの持ってってなくて、うん、で、たまたまその近くに10分ぐらい歩いたところに自転車 があって大丈夫だったんですけど、ああそうなんや、やっぱパンクするんだよね、女の子とファイヤーできない、うん、あ、え、女の子ではファイヤーせんかったんじゃ、女の子とファイヤーは UFO キャッチャーで時計取れたぐらいですね、遊んだ後、なるほど、かわいいな、まといは、あれ、ちなみにセックスはしたことあるの？あ、ありますあります、すごい質問だよもう、セックスみたいなこと、あのセックスみたいな、多分セックスだと思われる、なんか今まで暗黙の聞いたらあかんみたいなあ、でも全然ふっかん寝てたけど全然少ないですけど、番組より教え聞いてしまったね、多分みんな聞いたから4人、うん、全然が、まあ、よかったです、まあ、全然ある、全然、まあ数で言ったら少ないですけどあります、なるほど、じゃあファイヤー済みってことね、ファイヤー済みでしたファイヤー済みでしたまとめられたファイヤー済みやってよかった、なんだこのスクールだけじゃないじゃんファイヤーかなと思ったっすからね、峠越えてんじゃんなあ、標準語だって思ったわそうか、ありがとうございました、ありがとうございました、次行きましょう、すいません、前回ますさあ、ネットワーク障害が気になるのかですよ、またね怖い、来ちゃいましたね寝るよ、また3番朝日が来るとこれまた落ちるんちゃうかまた3番落ちるんちゃうか、はい、衝撃だろ、衝撃衝撃聞きたい、衝撃やがりこれやってやったっすね、やったんじゃった、飲めた、三、三、あやっちまったなの話だけや、やってやったの話ですね、選手の目標はここでゾンって蹴った、そうこれ時間もこれは間違ったね、やっちまった、やってやったぜの話、やっちまったらしい、最低な話しますね、もう、うん、しよう、やっちまった、やっちまったっていうか、まあ、あれなんですけど、結構あるよな、朝日は、朝日は、やってやっただと思い込んだ話なんですけど、これは、うん、言って、この間、静岡に従業員旅行、従業員旅行じゃねえ、なんだ、バーベキュー、送別会ね、
そうですね、ライガーさんの特別会の時なんですけど、はい、朝何時ですかあれ、朝早くから行って向こうで寝てバーベキュー、あ、これね、わさびはケツに来ないって書いてるよね。ツンとしないってことですか。あの、唐辛子は次の日ケツに来るけど、わさびはケツに来ないってだけです。あ、わさびはね、胃で消化されるらしいんやけど、唐辛子は胃で消化できなくて腸に来る。続けて、はい、この話から続けて。従業員旅行ね、従業員バーベキュー行ってですね、まあまあやっぱその、まあ、開始した同時にやっぱみんなお酒を飲むじゃないですか、やっぱり、うん、そうだね、僕はその、まあ最初虚月に目をつけて虚月ずっと飲んでたんですけど、で多分始まって 2,3 時間してで潰れたんですね、うん、そうですね、後部座席で寝てましたね。後部座席というかもうトランクで、トランク寝てました。潰れるように寝てたよね。そうです、だからその潰れてるように見せかけて実は潰れたふりをしてたんですね、あの日僕は。うん、うん、で、そのそうな、普通に寝てるのかな、元だ。それも、まあちょっと一回寝てもったら本気に寝てもったんですけど、まあ、そのレンタカー自体がその返さなきゃいけない時間がよく分かんなかったんですけど、なんか5時ぐらいに切り上げるって言ってたじゃないですか、最初。うんうん、で、その日にあのね、その前回文化祭みたいなイベントの時に流したあのごぼう渋谷木柴木屋っていう企画があったんですけど、ありましたね、はいはい、それどうしても出たくなくて、おうおうおう、ほんまにやりたくなくて、それを、うん、だから早い時段階潰れて、うん、寝てやろうと、もう、うんうん、できなかったで、ね、できないふりをしようと、で、まあ、1回ちょっといい時間に起きたんですよ、4時から5時に起きて、うんうん、またバカ飲みして、もうね、そのごまかすこともできなくなるぐらい飲んだんですね、もう、うん、飲んでましたね。で、まあ、また結局倒れて、パッと来たら8時やったんですよ、もう時間が。おうおう、これもう帰るやろうと思って、もう8時やし、そろそろ下やなを乗ってパッと外出たら、で、もう帰ろうっていう雰囲気になってるやろうと思って行ったら、ね、いきなり芝木屋しようよみたいな始まった。起きたらごぼう配ってたの。ちょうどのタイミングでね、もう逃げ、ベロベロながらも逃げ切れたって思ってたんです。いや、逆にごぼう配ってる時に朝日起きてきたから、こっちとしたら、あ、やる気満々じゃん。また標準語になってます。狙ってたの。ってなるからな、いいタイミングで出てもって、うんうん、で起きたら結局芝居始まったんですよ、やっぱり、うん、まあ、ベロベロなんで、もうこっちもやってやりましたけど、もうね、うん、ね、やってましたね。やってましたね。もうやってやったよ、しっかりと朝日で、なんかもう聞いてたんですよ、そのバーベキューの始めから、もう、うん、最初京さんとやる予定だったんですけど、うん、代表とやるって話を聞いてたから、芝居屋にならないだろうなと思って。一方的でした。いやいや、まあ、あれはもう男と男の真剣勝負。そうですね、平等な勝負。真剣勝負におしぼりはいらないことはなかったですけど、一回ね。まあでも、しばき合い、その痛い、痛いってすごいみんな。ルール説明してあげて、じゃあ。ルールはですね、ね、ごぼうを3本選びます。好きなごぼう。うん、強そうなごぼうね。そうです。太いごぼうから細いごぼうまで。うん、で、両者、ルールなしの。あ、ギブアップ。そうですね。って言ったら負けない。参ったって言って、審判が参ったって言って、本当に参ってるようやったら止めるけど、あれ本当にあれやったらあれになるまで止めないみたいなんですね、うん、もう本当に殺し合いみたいな。に、僕と代表で戦ったんですけどね、これ僕はハンデとして若いからっていう理由でおしぼりをこう任され、何も見えない状況で戦ったわけですよ、ね、真っ暗です、目の前。若いからね。若いからだって17やもんな。そうそうそう、違うんですもんね。精神年齢がね。で、最初もこう、こっちもね、なんか見えないけどやってましたけど、まあ、一発目の、背中に一発パーン来た時から記憶がないです、もう。繊維喪失とかね。一瞬で全て失いました、もう。まあまあ、朝日の方が若いっていうことで、ハンデで朝日君には目隠ししてもらったんやけど、まあまあ、それでちょうどかなっていう。そうですね。それでちょうどぐらいの。本当に、いいもんでしたから。一撃、こう、まずは、試しですね、試しで、一撃どんなもんかなと思って、パッといったら、あたたと同時に朝日の背中に2本のミミズバレが、ザーン
超ごぼうと同じ太さの赤い線が一瞬にして0コンマ何秒かの間にブワーンってできて、なかなかないですよ、膝から落ちるのってね、本当にブリーンって腫れてきてね、これはね、ダメだと、やった側もあ、これは持たないと。うん、ごぼうがね、ごぼうの方がね、熱いが持たないのじゃなく、加減までさ、加減もごぼう、このままでいい、ごぼうの心配すんでも一回、うん、まあ、その後に安西が目隠ししてたから、まあ、崖から落ちるっていう転げ落ちるっていうね、あれびっくりしたね、でもね、なんか記憶ないですけど、見たら悲惨でしたよ、うん、いや、そこまで俺も考えてなかったけど、まあ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 、やっぱハンデもあって、こう、安西もこうやって戦ってきとったからさ、はいはいはい、あれ俺も避けよう思って避けてるうちに勝手にね、朝日が崖から落ちたからちょっと俺も、あ、死んだやばい、はい、地球旅行や、朝日死んだ映像に残ってもうた、やっぱりこう、撮ってる戦ってる対戦相手が消えたんよ、スッて消えたからね、そうそうそう、視界からスッて消えて、パッと見たら崖やから終わったなと新聞のロッ死んでしまったなと、うん、一瞬ヒヤッとしたけどね、その映像ね、お店にはあるんですよ、ね、ああなるほど、そうそうそう、 はい、あるんですけど、ね、体が強いおかげでね、一番怖かったのは最後すんで、俺も目隠し外してあーって突っ込んだ時にもうバーンやってバーンバーンバーン殺されるんですもんね、いやいや、こいつでも目隠し取ったらもうね危ない危ない身の危険を感じたので逆にこっちが死ぬ行かしてもらいました殺されるぐらいだったら殺そうみたいな感じですね、もうね、ちょっとね、このしつちゃんにワイプみたいなんで出せたらよかったけどね、はい、若干今日ちょっと段取りしてなかったから、また行けたら用意しておきます、もし行けるならね、公開いつか公開することがあれば、う、ね、うん、ありますけども、だけどね、その先週で、先々週ですかね、うん、イベントで公開した時は結構好評でしたね、うん、そうです、好評好評好評でした、映像は、うん、よかったです、はい、キャーっていう声も聞こえてきたけど、ね、うん、まあまあ、ちょっと怖い映像ですか、ね、よかった、よかった、かわいそうな映像ですね、うん、それがね、やってやっとる話ね、やってやったね、やってやったけど最後やられた話した、うん、これでしたけどね、はい、終わりですか、大丈夫です、終わりました、ということで一旦 CM いきます、はい、なるきに青い水木、夏木に香るにもろはの剣、ああくまちゃんの言う通り、ああなおぴーにゃかなわない、はい、後半いつもやってる企画なんですけどもね、3週連続で今西郷どんが出てくれて、今週では最後なんで、西郷どんの得意なモノマネをちょっと披露していきたいなというのがあるんですけども、全部入れて、はい、アンケートを、アンケートをました、ありがとうございます、今アンケートくださいサイコロの目のアンケートください、こういう話してほしいってアンケートください、すぐください、衝撃的な話はしたいね、はい、でも今からね、まといくんのモノマネをしてください、はいはい、レパートリーどんだけあるんでしたっけ、今似てる似てない合わせて118、118です、780じゃないです、118です、108ね、でね、これ最後のガラケーなんですけどもここにネタ帳っていうかレパートリーがあるんですけども、ちょっとねやっていこうかなと思いますけどね、どうしましょうかね、まず70って何なの、
まあ、あのそこに載ってるやつで、それが3ページぐらいあるんで。あ、それ、はい、すいません。すごいね。はい、なので、ね、お見せしたいんですけど、ちょっと見せれないんでね。はい、なんか、なんだろうね。じゃあまず難しいな。ハト。ハト、いきます。マイクマイクいるわ。マイクいる。絶対マイクいるわ。マイクちっちゃい。うん、マイクある。マイクいるわ。全然マイクいるわ。あ、自分23です。お、うん。いつ思いつくの？いつ。そんなことばっか考えてます。はい、そんなことばっか結構考えたりとか、テレビ見ながらですね。じゃあハト。エコーかかったしね。エコーか。いいよ。エコーあり。エコーあり。エコー。エコーかかったハト嫌だな。なんやろね。パン君。パン君。パン君。なんだ今のパン君やろ。パン君じゃないチンパンジー。パン君じゃないチンパンジー。うん。サル。仲間由紀恵。一緒でよかったのに。心の汗を流そうじゃないか。おー極戦ね。極戦。亀田光輝。うん、ほんまにな、うん、ほんまにすいませんでした。なんで謝ったあの会見の時記者会見。アンガルス田中。あちょ、やまねん。ジャンガ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 難しいなぁ。シンジ君って何の？シンジ君、エヴァンゲリオン。皆さん、皆さん！まあ。砂糖水って何の？それはあのメインブラックに出てくる一番最初のエリアに、うん、あの感染された。マニアックだよね。マニアックよね。これどうやって他のページ行くの？全然あのアンケート系、アンケートしようなんやったっけ。あのサイコロテーマ、ね、送ってくださいね。これメモってるから。逆になんかコメントね、ちょっといっぱいあるんでね、多分118個あるんで、これやってって言ったら多分ね1個ぐらいね当てはまるかもしれんから。ちょっとしばくぞな話、お題が怖いな。なんかお前びっくりな話としばくぞな話、これ同じ人ちゃうか。これ何、またこのスマホじゃないの？スマホもあるんですけど。西郷どん多分卒業やから来週無理なんやな。そうなんですよ。西郷どんの初体験。西郷どんの初体験の話する？今話しましょうか。今それしましょうか。いやそれいきます。西郷どん迫りますから。もうちょっとだけモノマネしてから行きしましょうか。まだあと5分ぐらいできるね。あそこに行った話。天野の母ちゃんで何の？あ、これはあの動きネタなんで。やめとこ。動きはね。すごいな。ハトバスツアー。エピソード1、これも動き系多いな。動き系多いんですよ。ジャック・スパローとかもあるんですけど、動きなんで。どういう意味や。オッケー。一番最初のページで桃井香織。別にさ、私だけどタモちゃんをさ、おー、いいね。私だけを見てって感じ。うん、ジャックやってよって。ジャック・スパロー？できんの？動き多いな、はい、動き多いな。モロって何の？あ、モロはもののけ姫の山犬のあいつか。得意技。カエル顔なしって何の？まあ、あの、多分千と千尋に出てくるあのカエルを食べた後の顔なしっていうやつとか。最近できたやつないの？最近できたのは、初めの一歩の幕の内っていう。あの子は人間だ。あ、そうです、そうです。あ、やってたまるこそお前にさんが守れるのか。おお、なんかおおーってなっちゃうからそうなの。金さんできるの？金さん金も100歳で。金も100歳わからんけどおもろい。勢いね。ベティって何？ベティもこれ動きなんで。動きね。動き多いな。動き多いんすよ。あの、カッカ。デーモン小暮カッカ。翔くんが見てるのミサル。お前も老人形にしてやろうか。ま
何よりも京くんが一番受けてるのがすごい気になる、ね、そうなんですよ。京さんも結構マニアックなの分かってくれるんで、京くんなんかないの、そういろいろ見とって、そので僕棚橋好きなんですよ。棚橋プロレスラー棚橋っていう棚橋ね。え、棚橋動き、いや、声もできる。あ、じゃあ棚橋行こう。インタビューの後の棚橋こう行こう。うん、本当にうん、ここでうん、みんなの食いでうん、勝ったから俺が真珠うん、背負っていくから、それで最後に東京の皆さん愛してまーす。第64代 IWGP 王者棚橋ひろし。二人だけの世界よ。二人だけの世界で今。何何分かれへんの。今日インスタントジョンソン。お疲れちゃーん。ちょっとちょっとん。あのね、はい、大丈夫だね。ナイトチューブのね、あのスタッフさんがすぐ笑ってくれてるのが聞こえますけどね。放送事故になんないですかね。大丈夫、いや大丈夫大丈夫。ライオンキング。ライオンキングとスカーとか、スカーっていうライバル。うん、敵っていうの、うん、声で、あー、シンバ、うん、やっぱね、やっぱナイトジューブのスタッフさんはすごい笑ってくれてね。ブース内でめっちゃ笑ってくれてる。ブース内でね。全然笑えへんわ。ケンケンって何？あ、あの犬？犬です。うん、マニアックじゃ、ケンケン全部で、今日出ない。あの、多分あのやるとこ見たかったら、あの、来てください。どういう、どういう、どういう宣伝の仕方や。もう一回初体験の話いきますよ。初体験の話行こう。初体験一回、もう行こう。じゃあ、レイ君の初体験の話行こうか。行きます。ちゃった行きますか。レイ君の初体験の話行こう。行きます。キラーパス、キラーパスすぎて、すぎた。レイ君の初体験の話の方が似てる、見てる女は濡れるよ。めっちゃええかも。切り込んできた。臭いが中3ですね、僕ね。おー、はい、早い。中3なんですけど、うん、ほんまにすんの？ほんまにすんの？ほんまにすんの？しましょう、もう。そんな話することないやろ、最近。ないですね。中3、相手も同い年ですね。あー、中3なんや。はい、誰が保健の先生や。15歳ですね、うん、15歳ですね。どんな、それは彼女なの？当時の彼女です、当時のね。中3の付き合い、同じ学校の、同じ学校の、うんうん、同じ中学校の、うん、はい、付き合って、もう長いこと付き合ってたんや。いや、そうっすね、高校入ってからも付き合ってましたね。ああ、そうなんや。高1ぐらいまで付き合ってましたね。そうだ、まあ、初中もその子っていうこと。そうですね。あ、初中、初セックス、いいですね、うん、気になるよ、これはね。え、ほんでもう、まあ、初中は違いますわ。初中は違う。ごめんなさい、初中違う。え、ほんで初中僕、うん、幼稚園なんですよ。あ、もうそれなし。もうその幼稚園の可愛い感じはもう、俺もそんな初中やったらもうやりまくっとった。幼稚園ありだったらもうしまくっ。え、でもそれなし。普通にこう青春的に、青春的なやつ、うんうんうん、ほらもう、あ、その子、その子ですね、うん、え、ほんでまあまあ中はしたとして、はいはい、あの場所はちなみに初中、初セックスの、初体験のはね、うん、当時の家ですね、うん、僕のね。あ、家、実家です。実家で、はい、これはありがちですね。よく実家で遊んでたんや、そのことは。じゃあ家が近かったんですよね。まあまあ中学校で同じ学校やから ね、 ね、近いね。家遊びに行ったり来たりもあるやろうから、うん、そうなんですよね。ほらもう、お母さんは、親はその時、お母さんはね、朝から晩まで働いてるんでね。あ、そっか、そっか、いないんですよね、うん、そう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 。お姉ちゃん、お姉ちゃんはね、その当時大学生だったんで。あー、もう、もう、全然、もう、ほな、もう、もう、白や、もう、白、もう、一人暮らしほぼ、はる、一人暮らし、一人暮らし、一軒家やったっけ。一軒家で、一軒家で、中学生で一人暮らしって言ったら、もう、もう診断するかセックスするかみたいな。なんで診断？ぐらいの治安が悪すぎ感じやな。なんで診断？好条件、好条件です。好条件ですね。うん、あ、そうなんや。うん、あ、もうそれはもう夜やったかな。あ、明るいって学校終わったぐらいか。じゃあ夕方ぐらいですかね。うんうん。沈みかけつつ。初めてって、でもまずどんな感じなの？中ベッド、布団？ベッドスベッドス。あ、ベッドがあって、うん、最初はこうやっぱ、あの部屋でくつろぐときはベッドに座んの。
なんかね、僕の部屋がね、狭かったんでね、うんうん、こう勉強机と、うん、まあ、そのベッドと、うん、置いたもう座るスペースがもうベッドしかないパターンのやつですね、うんうんうん、ああ、なるほど、うん、あ、じゃあもう自然と、まあ、自然とそう、自然にもう、いや、このね、液晶が前にあったらもう普通にそこに座る、うん、あ、何をするにもベッドの上でみたいな、そうそうそう、あ、まあ、でも普通に座ってて、そうそうそう、カーテンはその時閉まってました、閉まってました、閉ましょう、そこはもう電気はとりあえずはつけてたのかな、電気後でつけてましたね、あ、うん、ほんでまあまあどんなチューしてチューしてお互い初めてやったかな、向こうも、そうですね、ああ、うん、ほなやっぱこう男側がリードする、そうですね、っていうことになってきますよね、なるよね、もうチューした時にはもうその日はもう行くぞっていう決心がねそれはね違うんですよ、あるよね、あのやっぱね段階踏むじゃないですけど、うんうん、いきなりそのチューをしてするわけじゃなかったですね、うんうん、あー、わかる、 B、A って B まで行っててみたいな、そう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 、あ、わかるわかるわかる、あ、もうその時にはもうちょっとリハーサルは行こう、あの、スリーベースまではもう自然にホームベースまで行かない、はい、なるほど、全然、ね、一塁ずつ、はい、でも、その日、ベースかホームベース帰ってくるでっていうのはもちろん向こうには言ってない、1個だけ言っていいですか、うん、コメント1200いってますめっちゃ言ってるじゃん今日今パッと見たら1200って聞いたもん、ね、え、ほんちゃんほんでほんですごい、それはもう別に向こうにと打ち合わせとかはない、まあ、そうないですよ、本当に今日行こうかっていう話はないんや、なんかね、まだそのやっぱ中学校なんでね、はい、そんなんなかった、うん、あ、じゃあもう普通にもう勝手な自分のこの、それはもう決めてたの、心の中で今日だっていうのは、いや今日だ、その日だっていうのは決めてなかったんですけど、うん、次、まあ、近々、そう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 、もう三塁まで行っとるし、まあ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 三塁まで行くって言ったら、もう三塁まで行くもうちょい、あとバントするだけで、バントするだけで犠牲フライ打ったらもういけるんだ、あーなるほどねそうそうそう、あ、ほんでまあその時ちょっとじゃ あここかと、そろそろかと、そろそろかと、チューのタイミングで決めたん、やっぱりそうですね、チューなのか、それともう乳もんでる間でもう今日もスリーベースを止めるのか、今日はもうホームインするのか、ホームイン帰れるのか、ホームイン帰れるか、いや、やっぱ女の子気になると思うよね、あの、どの段階でこの男の人は今日ホームインするのかって決めるのか、なんか、その、わかんないですけど、うんうん、なんていうんですかね、こうあるじゃないですか、いけるヒット打ったなって時そう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 、もうホームインできそうだなと、うんうん、はい、まあ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 、うん、向こうもホームがらあきだなって、はい、なるほどなるほど向こうやたらと内野詰めてきてるなんやったらもうね、うん、めっちゃど真ん中投げてきようなってあスローボール甘いの来たね、甘いの甘いの来たらもうそれ打ちたい、なるほど、そうそうそう、あの打ちやすいボールポン、あの来たんや、来たそう、あ、なるほどなるほど、マッキルを振ったらよもうやっぱりこう、え、覚えてるブラジャーの色とか、そこまで逆に覚えてたらめっちゃきしょいでしょ、え、俺めっちゃ覚えてんだよ、初体験の相手のパンツの色ちなみに、俺ちなみに何入れたんですか、紫、あ、それは衝撃的にさ、初体験何歳、何歳、中1、早っ、中1で紫もやばないですか、中1、中1、中1で紫の紫そこ、そこ、そこ、そこが一番、まあまあまあ、そこは覚えてないとして、はいはい、まあやっぱこう雑やもんね、やっぱ最初は分からないですね、分からへんからね、それも全裸にするの、やっぱ靴下は残したルーズソックス世代かな、ルーズソックは違うか、まあ中学校のルーズソックスありますけどね、あ、ルーズ、はい、制服え、セーブです、セーブでしたね、めっちゃ興奮してるめっちゃ、めっちゃ食い気味にほな、もう、あの、こう、どうすんのこれ全部なのか、は、はなのか、あー、なるほどね、スカートやからね、だけど、なんか中だけなのか、こうなんていうんですか、それはわかるわ、恥ずかしいじゃないですか、やっぱ絶対、女の子、初めてやから、その、うんうんうん、だから、なんつったらいいのかな、お布団にくるまるやつ、あー、はい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 、こういう感じのやつ、ね、分かる、あー、わかる、わかります、あ、布団の中ではじゃあもうユニフォームは脱いでて、ユニフォームは脱いでて、言い方、言い方もなんで野球に例えるっていう感じ、なるほど、その相手も初体験でこっちも初ってことはもうやっぱりこうなんつう、やっぱりペイ君は事前にビデオか何かで
か人の友達同士の話でこう知識をついてるわけ。知識はね、やっぱその当時中2の時、中3が中2の時に安里くんっていう子がおったんですよ、うんうん、安里くんが僕の周りで一番早く経験を済ませてるんですけど、うんうん、みんながこぞって休み時間にどんなんって聞く、うん、まだ分かるけど、ね、聞くっすね、でもね、めっちゃ聞く、集まるっすね。なるほどね、どんなんって聞いてましたね、僕もね。でもそのどんなんのやつで、まあまあことを進めてて、はいはい、まあ、スリーベースまではもう自分でも進めてたわけやから、もう自分でね、どうにか、うん、それもやっぱりあれなの、あの守備交代の時もあるの、守備交代も攻め攻め続けやたら、あの一生表のまま、あの守備立てるの走者一走者、うん、裏もあるの。いや裏はね、なかったっ、ね、なあ、まあまあ初めてやからね、やっぱり表だけで、表だけでね、初めてやっぱね、コールドコールド勝ち一回で何回でも分からないな。そうなんや。え、ほんでまあ表だけで行ってて、ほんでもうやっぱりどうでしょうか、向こうの反応は。向こうの反応やめときましょう、ちょっとリアルすぎるな。どうだったの感想は、初めての、初めての感想ですか、うんうん、分からんくなかった、分からん、分からへん、え、なんやろってなりますよ、ね、なったよね、なりましたね、うん、あんまりね、何この回あんまりね、っていうことで ね、このもやっとした感じで終わりますけども、ね、そうそう、時間が来たんでね、時間ですけどね、コメントはもう1400いきそうですね続きはね、あの、直接レイ君に LINE、はい、あの、LINE、続き、LINE 送ってくれたら続きね、はい、あの、喋りますよね、喋りましょうかね、個人的に聞いてください。マトイ君にもね、LINE してもらった、もしマトイ君の初体験の、うん、はい、それから次回出れる時はここもあるよ、ここもね、ほんとにね。朝日は何歳の、聞いてよ、聞いて、朝日は何歳の、初体験ですか、はい、まあ、15ですね、一緒やん、発覚してからの、うん、発覚してから、今日君は、僕15ですね、15フィーバーね、15ですね、僕今日 LINE くれたらその子抱きますその子ね、君との初体験すごい軽いなんか宣伝、あ、宣伝ありますよ、うんうん、はい、ね、10月19、20が僕のハッピーバースデーバースデーなんで、うん、ハッピーバースデーバースデー、おうおう、2日間するんですね、2日間します、はい、ぜひ、なんかあるんですか、なんか特典、特典ですか、うん、来たらっていうあれですか、もちろんですね、なんか考えてきます、今はないんで次回なんか考えておきます、明日締め日やからね、そうなんですね、そんなもう来月の朝日のバスでどうでもいい、どうでもいいんですけどね、明日締め日なんで、そんなことよりも、そんなことでも朝日くんが何番に入れるんかがそうですねバスで前に抑えるのか抑えないのか、来週から木曜日、木曜日です、うん、次は木曜日の17時にお会いすることになるので、また見てください、また木曜日、でもなく溜まり込んだこと見つかる、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝い込んだ仮面を舐め、楽だに紛れ込み死んでしまった純情、ましてや無情なこの溺れて この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を。Hey yo, everybody! この動画は夜遊びを楽しくする目的で作られております。ホストクラブのお店探しなら Night 2。総勢約1000人以上のホストたちとリアルタイムにネットで体感できる。もちろん全て無料でございます。見逃した放送はすべてこちら、パソコンはこちらをクリック、そしてスマートフォンは下の概要のリンクからチャンネル登録を今すぐ GO! チャンネル登録チェックイット。